はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。アップデート来ましたね。いや、予想以上に早く来ましたね。月末にやるとか言っときながらも、もう中旬ですか、まだ16日なんでちょうど半分ぐらいですね。7月も折り返しになりました。さあ、アップデートでモンスターコインというものが追加されましたが、僕今学校から帰ってきて何もいじってないんで、何も潜在覚醒してない。で、結構フレンドの方見ると潜在覚醒してる方が多いですね。はい、ちょっととりあえず友情ガチャ引きます。溢れそうなんで。明日の12時から強化カーニバル始まるんで、まあ、そちらの動画もね撮っていきたいと思います。ちょっとね、多分ね Wi-Fi がね今クソなんだよね。なんか悪天候になると Wi-Fi ってクソになりやすいよね。で、プラスが出たが金玉なしと。ブルードもいらないんですわあ、すごいな、これマーメイドとドリアード、しかもレッドゴードラね、2人ね、なかなかの確率だと思います。はい、なことはいいんです。44ポイント溜まってます。これはザコを売ったんですね。この辺の、まあ、ザコって言っちゃ悪いけどね、この辺の子を売ってたわけですよ。あとはお前も、まあ、こんな感じで売ると、こんだけで9ポイントしか手に入らないっていうんですけど、ガチャモンスターは一気にね、4桁や5桁手に入りますんで、今回は、そちらを売って、モンスターコイン稼ぐという動画でございます。はい、結構勇気の決断をするんでね、僕にとってそこら辺はね、ちょっとまあ自分なりに勇気の売却なんで、ちょっとさっさと売れようとか思うかもしれませんけど、ちょっと妥協するところもあるかもしれません。まずですね、ファッ、ん、なんだ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 、どうしたどうした、接続切れちゃった。なんか充電コードが最近ね、なんか接続悪いのか知らないけど取れちゃったみたいですね。え、なになになに、どうしたどうした、困ります、困ります。アプリの不具合、容量がないわけじゃねえよな。容量ないって言われてないもんな。頼みますよ、マジで。ということで、まずね、この機械にボックス整理します。どうせなんで。この画面から分かる通り、アードベック、猛炎の塔でこそ猛威を振るっていましたが、もういらないよね。もう、4体はいらないよね。ということで、まあ、2体はいいとして、この2体、お気に入り解除。で、ダブった神もね、ちょっと、ショーテルもいいかな。プラスついてるけど、あ、回復プラスはあかん。まあ、回復プラスはプラスとしてちょっと欲しいな。ショーテルも3体いればいいよね、きっと。3体、うん、3、あ、2体か。これだと2体か。2体でいっか。こいつらだもんな。いつか出るさ。で、そう。基本的に神は3体にしようかなと思ってます。ウルドもいいかな、これ。多分こいつ1万5000あるんで、いいよね。5体もいらないよね。進化後もいるんで、こいつもさよなら。
からの、ヤマトタケルさんもすでにお気に解除して、まあ、赤ソニアここまで出ちゃうと極めたくなるんですよね。どうしよう、売るべきかな赤ソニア。赤ソニアをこれ以上貯め続けるのに意味があるのかと。まあいいや、一旦赤ソニア保留。まあそんなね、今大量に必要でわけでもないですから、ちょっとゆっくり考えます。イフリートさんは何かあるかもいけないんで、この状態で一体残しておきたい。唐揚げくんいいよ、唐揚げくん5。あいつらも多分銀玉なんで、そこそこポイントはあるはずです。そうだね、コラボキャラもいいかな、この辺も。コラボキャラはまあ、また進化増えたら、ね、手に入れりゃいいんだし。コラボ銀玉ですね、かぶってるコラボ銀玉をちょっと、重点的に見ていこうかな。この中だといなそう、村雲さん行きましょう。村雲さん。ぐらいですかね、火属性は。アスカはちょっとまだ何かあるかもしれないんで。さあ、水です。水はね、結構ダブってるの多かったんでね、これでも混ぜた方だと思うんですけど、まだ売ってはないんですけど、お気に入り解除した方だと思うんですよね。水バルはもういいや。もういいです。もう顔も見たくない。で、クレイモはもうじゃあ1体売っちゃおうか。プラスついてるとね、なんか名残惜しいけど、まあ、仕方ないかな。こいつも4体いるんで、ファミエルさんもさよなら。ミューズは、これで3体なんで大丈夫で、アンドロメタも3体、コラボ銀だ、やっぱコラボ銀の、海山も3体だし、ガブリエル3体で、この辺はいいんだ。コラボ銀はお前じゃいらない。ぐらいですかね。クロノタートルもいらないよ、進化前。そう、なんかね、妥協の基準がね、他の人と違うのかね、僕。自分でも悩みの種であったりします。でドラゴネットはなんか美味しかったんでお気に入り解除しておきましたが、アバロンドレイクとメロドラとかは解除する気はありません。コラボ銀もいいかな。なんかダブって親指、いや親指はいいです。じゃあ親指とコラボ銀ね。ロビン、シリウも3体もいらん。なんとなく2体取っとくって感じですかね。じゃあ光いきましょうか。光はカーリーをもうすでにお気に入り解除しまくって、白目玉解除しまくって、銀玉男もお別れしていこう。いらない。回復プラスは取っとく。でこれはプラス用で、カーリーはまあ5体いればいいでしょう。普通のヘスゲンはね、なんか5体は欲しいって感じがありますかね。光のコラボ銀とかいませんかね。コラボ銀、コラボ、ドラゴンライダーも3体あればいい。5つはね、いろいろやらかしてくれましたけど。ウォールさんいらない。ウォールさん捨てて、お前も何かあるかもしれんからな。ムーもいらん。パトリシアいらない。ぐらいかな、銀玉は。いらん。こんなもんですかね。はい、じゃあ闇いきましょうか。闇はね、なんかいるかな。ティアマットとかこの前いっぱい待ってちゃったからな。ディルシリウスいらね。将軍いらない。あとはデンルシもプラスついてるけど、イランもプラスもあえて見ない。これ3体ね。コラボ銀かぶってないですかね、この辺。意外といない。これ進化してないね。進化してないけど、いや、いらないよ。進化前のブドウもいらない。ドラゴンサムライいらない。って感じかな。こんなもんかな。だいぶこれでも売った方だと思いますね。では、いよいよ売却始めます。モンスターボックス1600台いくんじゃないかな、これで。その前に回復プラスだったやつらをちょっと混ぜようかな。いっか、石5個で取ったもの
ったし、石5個あったら回復プラス1個は取れるからいっか。その辺は深く考えないようにしましょう。はい、ではお気に入りから下からいきましょうか。まず侍3000ポイントで、バジリスク、バットマン、ジャキジャキは後でいいや、ブドウ、龍剣士からのフィン、あ、そっか、10点もできるか。半蔵、半蔵、天狗士、天狗士。4万。いいですね。ほい。で、天狗士、天狗士、ゴエティア、シリウス、シリウス、将軍、天狗士、ゴエティア。これで8ね。え、からの、真珠で、白竜、レイ。で、4万4000と。これで4万4000だもんな。なかなか貯めるの難しいですよね。パトリシア、シンリュウ、ウォル、ムー、ライダー、ちょっとフェスゲンは一気に行きたい。金玉男、ハトホル。で、これで4万2000。ここからフェスゲン行きますよ。おいしい、10万超えた。ここに金玉男つけますか。金玉。これで、12万。はい。で、君、アンジェリウス。3000ポイントしかないんだよな。はい、ドラゴネット。美味しいですね。取っといてよかったな、本当にこいつら。なぜか取ってありましたからね。こういうことが役立つ時も来ましたな、やっと。で、シーサーペント。で、これで3万。これはあんま美味しくないですね。で、この辺でまあ9000で。ライダーだな、やっぱ。ライダーがいっぱい出てるから。ライダーを重点的に。ね、もう、売るスピードも速くなってきましたけど。売る気マイラは売る気マイラです。ギーブル気マイラですけど。ちょっとね、ネタとして取っとこうかと思ったけど、いいです。いい使い道ですからね、これが。あ、バル1万5000もあるんだ。ありがたい。で、このサラマンダーもいっぱいいたし、ここか。で、フレイ。おっと、なんで下に戻ってんだよ。なんで下に行ってるんだよ。チヨメホルス、ゼータヒドラ、だっけ。ゼータヒドラ、ソウソウ、君3000か、やっぱり。ヤマタケ、ウズメ、アニマ、ショーデル。おい、スクロールは結構厄介なんですよね。ボックスが広いとさらに厄介になるっていう。で、アードベックも売って、こんなもんですかね。売り残しはないかな。あと2体入りますけど。なんかまとめて売ると、1.5 倍とかならないのかな。まとめて売るにね、意味がないよね、あんまり。ならもう全部一気に売らせてくれよって思うんですけど。じゃあ、ジャッキー入れておきましょう。ジャッキーに入手順の、いらないか。はい、じゃあこれで最後です。これで6万ぐらい、6万ですね。はい、ということでモンスターコイン、おお、1640に減りましたね。だいぶ無駄なモンスターがいたということですね。さあ、モンスターコインはいかほどか。51万。あれ、ということは芝買える、これ。51万ってことは芝が買えちゃう。てか、これさ、 P10 体買えるんだよね。やっべ、モクピまで待つか。シバドラゴンはどうしようかな。買った方がいいんですかね。様子見かな。まだ様子見しときます。まあ素材揃ってからでも遅くないんでね、いつでも買えますし、もしかするとタイムセールとかね、ないと思いますけど、あるかもしれないんでね。ちょっと台風近づいてて、風も雨もうるさいんでね。はい、とりあえず今回は51万稼げたと。僕のボックスには無駄なモンスターがいっぱいいましたということでした。はい、まあ、潜在能力にね、何をつけるかはまた次回考えていこうかなと思っております。この辺もね、どうしても足りない時とか行けばいいし、玉ドラはまだしも、この人たちはね、レア進化だしでも買えばいいですからね。まあ、宝玉はありかな、確かに。ラッシュめんどくさいし、吹き上げにはあまりおすすめしないけど、あの進化素材に必要な時とかは別に宝玉ここで買ってもいいかなとは思います。ということで、次回以降もね、まあ、ゴッドフェスがこれで少しはものになる
ではないかなと思います。風も強くなってきましたし、ここら辺で失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。